天気予報をお伝えします大阪は今年初めて猛暑日最高気温は35度を超えました午後6時の時点でもう気温32度を超えていますまだ暑いです明日のポイントお天気ライムちゃんですいはい。明日も熱中症そして天気の急変にご注意ください明日朝の最低気温です 多くのところ25度前後の予想ですね。大阪、神戸は27度と今夜も寝苦しくなりそうです。寝る前に水分補給しっかりとしてくださいね。日中の最高気温。 和歌山、戸塚は35度、南部を中心に猛烈な暑さとなるでしょう和歌山県には熱中症警戒アラートも発表されていますなお、京阪神から北の地域、今日より低めなんですが油断はしないでくださいねというのも湿度に関しては今日より高めなので熱中症の危険度は今日とほぼ一緒だと思ってください、えー、暑さ指数は、えー、京都や彦根、豊岡など多くのところで一番上のランク、危険 の予想となっています。熱中症対策万全にするようにお願いします。明日朝からの雨の予想です。 朝は雨は昇降状態ですが、大気の状態非常に不安定です。北部や中部、昼前から突然雨が降り出して激しい雷雨となる恐れがあります。なお先日の大雨の影響が残る分、京都府、少しでも雨が強まれば大雨警報が発表される可能性があります。土砂災害にも気をつけるようにお願いします。土日の天気です。 明日は21節気の一つ少々、まあ、蒸し暑さ続きそうです、えー。七夕の日曜日は天気が回復して晴れ、南へ行けば行くほど星空も期待できそうです。ただ晴れるとこの予想より日曜へぐっと気温が上がるかもしれません。週間予報です。 来週は完全に梅雨空ですね。特に来週後半はまとまった雨が降るでしょう。今週猛暑となった分、海が急速に温まっているので、今週の猛暑が大雨の引き金になってしまうかもしれません。来週の雨の降り方、大雨に関する情報には注意をしてください。え最後に洗濯情報です。明日出かけるのであれば、もう部屋干しにした方が安心・安全です。日曜日は洗濯日和でした。以上、お天気でした。